こんにちはサードです今回は新たに実装された星球人オーガの体力測定が完了しましたので結果体力がどれぐらいあるのかっていうのの共有と現状実装されているモンスターの中でソロで挑む場合は何番目に体力が高いモンスターなのかっていうのについてもご紹介させていただこうかなと思います。<music> 早速本題に入っていくんですけども、以上結果をまとめたものがこちらですね。左から星の数と体力、あとは毒のダメージと毒のダメージの割合っていうのを今回一覧にまとめていまして、まずこちらの体力の測定方法についてはいつも通りですね、星5から星8までに関しては個人で討伐をすることができますので、それで討伐した結果ダメージ表記をされるので、まずはそのダメージを足し算していって、相対力っていうものを求めていきます。で、それに対して毒のダメージですね、 今回見ていきまして一応結果としては星5のジンオウガが,が179ダメージ星6のジンオウガが,が313ダメージ星7のジンオウガが,が535ダメージ星8のジンオウガが,が1004ダメージで最後今回新たに実装された星9ジンオウガっていうのが1969ダメージっていうことで毒のダメージを確認することができましたでその結果を落とし込んだものがこちらの表ですね毒のダメージを落とし込みまして測った体力から一応毒のダメージですねここで割り算をしてあげ 得ることによって相対力の何のの何ダダメメーージジが毒のダメージなのかっていうのを求めることができますなのでこれで一応星5から星8までの分をベースにして今回星9のね体力っていうのを求めているっていうのが今回のやり方ですね、まあ、いつもモンスターの体力測ってる時と同じやり方でやらせていただいておりますで結果としては星9のジンオウガの体力っていうのは約16万4100ですねになってきますっていうのも一応毒のダメージっていうのが今回約1.2%で統一されてますまあ 細かい数字を言うと1.19%後半とかなんですけどまあ、今回ね試写誤入用して1.2%っていうことで出しているんですけどもまあ、大体毒のダメージっていうのが1.2%で統一されていたんですよなのでその結果から一応今回出すことができまして1969ダメージっていうのが毒のダメージに対して今回約1.2%が相対力に対するダメージっていうことで計算をするとこの結果になったっていう感じですねでただこれに関しては一応細かい数字まで触れておくと一応 計算した結果っていうのが16万4083.333になりましたでモンスターハンターナウに関しては体力って3っていう中途半端な数字で設定されることがなくて0か5で終わるんですよねなので、まあ、おそらく正確な体力っていうので見ると16万4080か16万4085か16万4090の3つのどれかですねになってくるとは思いますただまあこのねここの下2桁まで細かい数字見るっていう方はあまりいらっしゃらない ないと思うので、まあ、今今回回は下2桁をもうう完全に試購入して16 4, 100って16 4100万っいののが今回の結論でですねでこの星級のジンオウガの体力に関してですね、いつもであれば、実際に討伐している動画を提供していただいて、それで実際に与えているダメージを足し算していって、総体力をね正確に求めるっていうことを普段はやるんですけども、現状、星級オウガが実装されて2日目か3日目ぐらいにこの今動画撮ってるんですけど、現状ね、討伐報告がないっていうのと、多分 SNS 上でも惜しいところまで 行ったっていうのは見たんですけど討伐しているっていう方は現状まだ見ていないので、まあ、もしかしたらね期間中に倒す方はもちろん出てくるとは思うんですけども現状ねソロで倒したっていう報告もないですしそれによってね体力を測るっていうこともできていないので、まあ、計算した結果として今回はこちらを共有させていただきますなので星級のジンオ王ガの体力は16万4100で、まあ、正確な数字はおそらくこの3つのどれかっていうふうに思っていただけるといいと思います続きまして今回の星級のジンオ王ガが全体で見た時にどれぐらい ラランキンンンキキググにににいいいるののかってててうのを一応一応覧まままとめていまして、ま、ず左側にランキングで、すねその隣にモンスターののの名前と星の数を入れていますねその隣に体力ですね。こちらは、モンハンナウクエストさんのサイトの体力をそのままね、ちょっと使わせていただいております。一応概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらから気になる方は体力も見ていただければと思います。で、結果としては今回6番目に高いモンスターとして実装されていました。一番体力が高いのが星中のリオレース亜種なんですが、これが19万100 150に対して、まあ、次がディアーシュで次レイゲーナでリオレース原種でリオレイヤーシュで次ジーンオーガっていう風に位置付けされているので、まあ、体力に関しては、まあ、星9ではあるんですがやっぱり大連続資料限定ということで補正値が2倍近くねかかってくるっていうのもあって星9でありながら6番目にね星上を含めても入ってくるモンスターっていうことで体力はねめちゃくちゃ高いと思いますし弱点が頭なんですけど結構小さかったりエイムが難しかったりするので、まあ、倒すのはねかなり大変 ななモンスターになってくると思いますで現状見かけたものでも赤ゲージまでいったぐらいの報告しかまだ見ていないので、まあ、おそらく倒せるとすればもう武器種がね限られてくるかなとは思ってますまあ多分一番現実的なのはクロディア弓です、ね、の集中5型とかで多分ジャスト回避とかを取りづらいと思うので、まあ、集中5型で、まあ、良くて3秒残しとかそれぐらいのレベルでしっかり AM してとかジンオーガに関しては近寄ってくるモーションもあるのでそれを引かないとか,かそういうところの 次元の話になってくると思うので、まあ、倒せる人が出てきたとしてもめちゃくちゃ少数ですし、さらに実力プラス運ゲーみたいな、そういう世界のモンスターなのかなっていうふうには思いました。であとは弓以外でいけるとしたら、まあタチとかだったらワンチャンあるのかなとは思うんですけど、そのあたりが体力とか肉質で考えてもギリギリのラインにはなってくるんじゃないかなとは思います。 で、今回はあくまで星級陣王画よりも高い体力のモンスターだけを一覧で並べていますので、このモンスターと比べて星級の陣王画が,がどれぐらい高いのかっていうのが気になるっていう方は、モンハンクエストさんのリンク概要欄に貼っておきますので、そちらから自分が気になるモンスターの体力見ていただいて比較をしていただければなと思います。っていうのと、もし近接武器でソロでね、討伐された方がいらっしゃれば、情報提供でね、動画いただけると体力を測ることができますので、まあ、それもね、可能な方は協力いただけるととても嬉しいです。 ということで、今回は新たに実装された星球オーガの体力の測定結果とランキングについてご紹介させていただきました。まあ、実際にね、星球オーガの討伐をしようと思っている方の参考であったり、どれぐらいね、体力があるのかっていうのの参考にしていただけると嬉しいです。これからももうハンナウの動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバイ